韓国フミザイトラ、レーダー照射に対して沈黙。請求権協定に基づく協議にも言及なし。記者会見で都合悪いことを全部無視。終わったな。フミザイトラが年頭の記者会見を行った。さすがに宣戦布告というのはよた話だった。それどころか、教官の間にあるレーダー照射や慰安婦財団の解散、請求権協定に基づく協議といった懸案事項を全て無視したようだ。司法判断を尊重、三権分立、未来志向の三反語を繰り返すばかりの中身のない記者会見となってしまった。いいよ。フミザイトラ氏、年頭会見冒頭挨拶では日韓問題言及せず。10分の1、10時54分配信産経新聞。韓国のフミザイトラ、ムン・ジェイン大統領は10日午前、ソウルの大統領府で年頭の記者会見に臨んだ。会見に先立ち約30分間の冒頭挨拶では徴用工訴訟や海上自衛隊哨戒機への核管制レーダー照射など、日韓間の問題に言及しなかった。いいよ。中身のないフミザイトラの記者会見あれ。ムン大統領、日本に宣戦布告をするはずでは。それはさすがによた話だと思ったよ。フミザイトラとの違いがまだまだ伝わってないからそういうありもしない噂が立つわけだ。フミザイトラは韓国軍のことなんて1ミリも考えてないし、なんてそれこそ寝耳に水だろう。だって、せっかくの記者会見なのに、中身がほとんど何もありません。が、日本との懸案事項であるレーダー照射や請求権協定に基づく協議については一切反応せず、従来通りの司法を尊重、三権分立、未来志向の三単語を繰り返すにとどまった。こんな記者会見なら誰でもできそうだ。本当ですね。何も言ってないのと同じじゃないですか。まあこれでフミザイトラは誰かに何かを言わされるだけの人という疑惑が強まってきたね。ご収穫に訴訟でも明示化ししてただけという話を裏付けるだけの中身のない記者会見だった。本当に、本当になんですね。同情してしまいます。なぜ大統領なんかになろうと思ったんでしょう。周りから立ち上げられたからじゃない。当選前はあれだけ慰安婦動員を掲げていたというのに、慰安婦動員の検証で知ってはいけないことを知ってない北朝鮮の使い不信になり下がってしまった。ほぼ無策で事態に臨んでいたことがわかる。バスケットマンならそれでも乗り切れるかもしれないが、政治の世界ではそれは通用しない。もう日韓関係を取り持ってくれる味方もいない。でも実際にはムン大統領は庶民省とも受けてない状態です。政策室長と諸室長が意地悪をしてるからです。ところで政策室長だけじゃなく諸室長も更迭されたようだぞ。知らなかった。いいよ。支持率落ち込むフミ氏、人事一新で盟友を起用。8分の1、日、19時7分配信読売新聞。開きかっこソウル閉じかっこ韓国のフミザイトラ、ムンジェイン、大統領は8日。イム・ジョンソク秘書室長の後任2の4民中中国大使を起用するなど大統領府高官の人事を決定した。ロシはフミ氏の国会議員時代からの盟友として知られ、人心一新で求心力を高める狙いがあるとみられる。今月末には内閣改造が行われるとの観測もあるが、対北朝鮮政策や外交、安全保障政策で大きな変化はない見通しだ。いいよ。あれ。本当だ。見逃してました。やったー。意地悪チームの負けですね。出た出た、後任の秘書室長は仕事ができるのか。また同じことの繰り返しじゃないだろうな。それはわかりません。でも、耐えなければいけなかったと思います。ムン大統領の足を引っ張ってるのは確実でした。今回の記者会見の内容も、この更迭された秘書室長が考えたんだろうか。そうだと思います。だからこんなに中身がなくて何の効果もない内容にされてしまったんです。ムン大統領がかわいそうです。そうやって言っておけば楽だわな顔の字笑い。ちなみにハンギョレは今回の請求権協定に基づく協議については割と重く受け止めているようだぞ。フミザイトラが沈黙している話題ではないはずなんだが。いいよ。新日鉄住金の資産差し押さえに対抗、65年間非請求権を持ち出した日本。
10分の1、き、8時4分配信ハンギョレ新聞。韓国関係はどこへ？日本、協定に基づく紛争解決を主張。協定に従うという態度を示す在日韓国大使を呼んで協議を要請。韓国製シナに対する関税報復の脅威も専門家。長期対峙局面を生む政府は積極的に外交の解決策を模索すべき。県による強制動員の被害者弁護人団が一家親一徹死に君の韓国大使さんに対する差し押さえ申請を韓国裁判所が認めたことについて、日本は韓国請求権協定の紛争解決手続きに基づき、韓国政府に両国間協議を公式要請した。日本は国際司法裁判所、ICJ、エムテイトや韓国産製品に対する関税引き上げのカードまで取り出し、圧迫を強めている。65年改正に対する質問。専門家らは、強制徴用賠償問題が韓国請求権協定に基づく65年改正を揺さぶる事案であるため、慰安婦被害者問題とは次元が異なりと見ている。妥協案を見出せなければ、韓国関係が長期間に対して国面に入るという懸念もある。総理大学国際大学院のため、チョ教授は日本が請求権協定で問題が全て解決したという立場である。今回の協定による紛争解決を要求したのは協定に従うという態度で、65年条約体制をそのまま維持する意思を示したものだと話した。トランプ政権発足後、同盟管理システムが以前のように作動しない状況も原因に挙げられる。ヤン・ギホ教授はトランプ政権が韓日米安保協力を過去のように重視せず、日本も韓国の戦略的価値が以前より重要でないと判断する状況も原因になったと思われると話した。米日ともに、対中国牽制のためには韓米非軍事協力が重要だという立場は依然として維持しているが、微妙な変化のシグナルだ。韓非が軍事問題をめぐり対立している状況を、米国は傍観していたという。引用。史上初の措置という話なので、やっぱり聞いてるんでしょうか。法律をよく知る側としてはショックだったようだね。日本が頑なに韓国の司法判断を認めないことの表れであり、日韓の対立が長期にわたるとして警戒を強めている。韓国としては事態がここまで進行するのは想定外だったんだろうか。そうだと思います。今まではアメリカが仲直りを要求してたんですよね。記事の最後にそのことを示唆した部分があるね。トランプ政権からテラーソンが消え、マティスが消えて日韓関係を手に持つ人材が不在となった。今回のレーダー照射事件についてはトランプ政権もほぼ沈黙状態だ。日本の仲裁要求や見解表明に対しては言葉を抱きしたものの、以前のように関係改善を互いに考えるということも言わなくなっている。おかげで日本が韓国に強硬姿勢を取れるわけだ。今の展開は、韓国にとって都合が悪いんですね。そういうことになる。いつもならここまで粘れば必ず助けてくれた味方がどこにもいない。そういえば日本の親韓派も動いてないようだね。立憲民主党のツイッターがレーダー照射に無反応だったとかで炎上してるようじゃないか。もう韓国のことを守ってくれる人は皆無と言っていいだろう。韓国コメント部隊が AFP 時事の記事で必死に情報工作か。ネットユーザーの反応です。引用。文大統領が自分で進めてきたのに事態を悪化させて、さすがにまずいと思って愛国発言もせず反省もしないのか。言及すると叩かれると判断して、だんまりを決めたんだ。どうしていいか判断できないから触れない。日本の野党も同じように黙り込んでいる。答えになってない。日本はもっと強硬に出るべき。楽しみにしてたのに、つまらないです。どういう言い訳をするかを考えるのが間に合わなかった。やましいことがないなら堂々としてればいいのに。今日こそ抵抗して制裁をする。ハンギョレは自国の発表を疑わないの。タイトルに違和感がありすぎる。日本が名敵国なの。引用。関係ないけどさ、AFP 時事が報じた文在寺の記事に1万5千件以上のコメントがついてるんだけど、あれどあれどうどんだけ考察部隊は必死なんだよ、あれどあれどう。僕もそれ見ました。他の余計な語句は全部カットして、
文大統領が日本はもっと謙虚になるべきと発言した部分だけを抜き出して記事にしてるんです。暴飲焦燥さが露骨すぎて笑えてくるレベルだよね。朝日新聞でさえ書いたレーダー照射のことに対して一切書かないどころか、文在寅が対日で強硬だった部分だけを抜粋するというあからさまな手口だ。この AFP 時事の記事が韓国側にとって最も都合がいいから、コメント部隊も伸ばしまくってるんだと思う。コメント部隊は、韓国にもいるんですか？そうだよ。確か韓国の国家情報院に数千名規模のチームがいるんじゃなかったかな。だからコメント数が多すぎる場合は警戒した方がいいってこと。アクセスランキングもそういう意味ではさほど当てにはできない。そうなんですね。AFP 時事の記事でそこまでコメントが増える理由がわからないので、違和感しか感じません。コメントに書いてある内容自体は日本人の主張に沿ったものばかりで、賛同数も10万単位で増えている。新着順で並べてみてもさほど違いはない。要するにコメントの中身はどうでもよくて、コメント数ランキングで注目を集めることだけが目的ということだよ。ここで騙されてはいけないね。そういう記事からは、あまりネットユーザーの反応を持ってこない方がいいですか。ダメ。数件とか少なすぎるのも問題だけどな。パー数100件ついてれば問題ないものと思われる。多すぎず少なすぎずがちょうどいい。僕はコメント数のランキングはほぼ見てないんですけど、画面の横に出てくると思わず見てしまいます。いろんな記事を読ませる仕組みとして大手ネットサイトのこういうシステムは見習える部分が多いと感じる。ただその仕組みを利用してコメント部隊が暗躍することには警戒しなくてはならないわけだ。もはや韓国内部は追い詰められてカオス状態に。ネットユーザーの反応は、産経新聞とハンギョレの記事から持ってきました。これを見る限りは、文大統領は相当追い詰められてますよね。都合悪い案件すべてに触れず沈黙を決め込んだというのは、内心かなり焦っている証拠だと思うよ。鈴木さんの最後の記事によれば、今ソウルはデモの乱発でカオス状態になってるんだよ。文在寅も神経を尖らせておりニセニュース対策に躍起になっているようだ。そういう部分だけは必死にやるんですね。書式長の入れ知恵でしょうか。ここでは直接は紹介しないわ。確かに誰かに言わされている感はあるな。あと支持率が望踊り時に入る傾向にあるらしい。それでもやっと 50% を超えた程度だがな。思い切って秘書室長を更迭したので、回復したんだと思います。やっぱり秘書室長が悪かったんです。そうとも取れる中を文字笑いやと国防部もまずいことを暴露されていない。朝鮮日報の記事タイトルを意図的に文字は出て、記事タイトルと合体させた上でニセニュースの代わりしたそうだ。朝鮮日報日本語版、韓国国防部、次はぎ記事でフェイクニュース。10分の1、9時33分配信朝鮮日報日本語版。韓国国防部が昨年12月、全軍の主要指揮官会議で昨年9月の南北軍事合意に関する一部メディアの報道を、フェイクニュースとして指摘するプレゼンテーションを言った際、記事を不当に編集していたことが9日までに判明した。自由韓国党の李朱明、李正明、国会議員によると、国防部は当時、記事5本をフェイクニュースとして指摘した。しかし、国防部の資料では記事の見出しが勝手に変更されていた。再開、航海、の北方限界線、NLL。付近の干渉水域設定問題を指摘した再開の訓練中断水域、とんでもない情報、韓国側が北朝鮮よりも 35km 長いとする朝鮮日報の記事の見出しは、再開の訓練中断水域、とんでもない情報、事実上 NLL 放棄に書き換えられていた。ポシと出しの記事を継ぎはぎしたものだった。李議員は文在寅、文、ジェイン、大統領がフェイクニュースに厳しく対処するよう求めているにもかかわらず、国防部がフェイクニュースを量産していると批判した。国防部は南北関係改善努力が誤解されることを防ぐため、見出し次第でケースを紹介したものだと説明した。引用。韓国の国防部が、どうしてこんなことを、ターゲットとなっているのが朝鮮日報であることに着目すべきだね。
朝鮮日報は最近コメントまとめ記事を量産しており、韓国政府の言っていることが信用できないとする記事を中心として日本で発信していた。そういう背景も踏まえて、朝鮮日報の報道内容を正す必要があると考えたのかもしれない。朝鮮日報さん、大丈夫ですか？ちょっと心配になってきました。まあおいらの知ったことではないがな。いくら日本側に融和姿勢を取ろうとしても愛国日報が燃料を投下して台無しになるし、そもそも日本はもう韓国との関係をなくすことを決めたし、俺は実際に関係は終了したものと判断した。新日鉄の資産差し押さえに対する通知が来た段階で時エンドだ。神財トラはこのことにも一切触れていないね。資産の差し押さえも司法判断の一環だと言い張るんでしょうか。そのつもりだろう。だが安倍政権は当然許さない。韓国を請求権協定に基づく協議の場合と呼び出し、それでも応じない場合はいよいよ ICJ の提訴手続きに入ることになる。同時並行的にビザ免除措置の凍結や韓国政府らに対する関税措置に向けた法改正の手続きも進めるかもしれないね。アメリカでも、安倍首相の特別補佐が韓国の招待について講演してましたよね。そういうのも以前は言い出されなかったんでしょうか。だと思うよ。首都ワシントン DC で日本が韓国のことを一方的に批判する講演が行われること自体が異例のはずだ。こういう空気の変化を感じ取れないのが愛国日報だ。国際テラの主張をそのまま流し、政権にはモデル雰囲気を作りながら愛国心を発揮している。朝鮮日報の方がよほど愛国的だと思うがな。中央日報さんの主張で、逆に韓国が不利になっていってます。愛国心を履き違えてるんだと思います。まあ朝鮮日報は1948派で中央日報は1919派というだけの話なんだがな。踏み財虎のことはいずれ必ず下ろしたいと考えているだろうが、今は睨まれるとまずいので表向きは政権に従う姿勢を見せつつ時期を見計らっている頃だろう。いずれにしても日本にとってはどうでもいいし関係のない話だね。踏み財虎が今相当苦しい状況に陥りつつあるということが分かれば十分だ。